はい、こんにちは、こんばんは。今回はスイングアームのですね、このクリアランスシム的なものって入ってるじゃないですか。まあガタガタだとフレームをね、締めた時にギュッてやっちゃいますしね、きつければもちろん入らないですし、でスイングアームアッシーになってると、このシムね、サイズがまあ 1.5、2 とかあるんですけれども、これ入れたり外したり、スイングアーム取ったり外したりってめんどくさいじゃないですか。まあ、それをですね、組む前に、チェックする方法ありますんで、そちらをね、紹介したいと思います。それではよろしくお願いいたします。まあ、こちら、ピボットシャフトなんですけれども、じゃあここに仮にスイングアームがもう入っているとしましょうか。じゃ構成的にはダストシールが入って、シムが入る、でベアリングのインナーのスリーブですね。でディスタンスカラー、そして右側の、右でも左でもいいや、ベアリングのスリーブ、シム、ダストシール、で最後に、ナットになるっていう、こういう構成ですよね。まあこう透過してみたらこの構成になってると思います。ですので、まあ、これ全部組み込む前にですね、組み込む前にこれを単体でフレームにですねアッセンブルしてしまえば、どれくらいガタが出るのかとか、きついのかとかも確認できますんで、そうやって見ると結構良いかもしれません。まあ、じゃあ実践でね、とりあえず、組み込んでみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。それではですね、仮に構成の部品を組み付けましたんで、チェックをしていきましょう。ズームで、ピボットは締めてないんですけれども、締めてない状態でこのように、ガタが出てる感じですね。このガタの分、まあ、ピボットのシャフトを締めればフレームを内側に寄せてしまうという感じですね。最近のものはですね、最近のバイクはピボットの幅調整できるようにですねなっておりますんで、まあ、こういうシムの調整は不要となります。まあ、このクリアランス、まあ、コンマ5ずつぐらいでしか調整効かないんですけれども、まあ、細かく言ったらですね、規格のシム入れて調整してもいいですけれども、まあなるべくガタ少なくてですね、フレームにストレスをかけないような組み付けをやってあげればいいと思います。あと、まあ、これぐらいだったら多分フレーム寄っちゃうんじゃないですかね。ちょっとシムの厚さちょっと僕変えようと思いますけれども、もっともっとガタが多い時も実際発生したりもするんですよ。でその時なんかはね、変な話、ピボットシャフト締めてもスイングアームがもうガタガタになっちゃったりとかしますんで、必ずですね、このクリアランスは確認してから、スイングアームをつけてあげると、塩梅は良いと思います。なるべくね、しっかり締まってて、上下スムーズに動くように、ナチュラルにね動く構造がいいと思います。はい、シムを熱いものに変えました。熱いものに変えるとですね、わかりますかね、さっきのガタと、全然動かないですよね。これぐらい、ちょうどよく入っております。あとどれくらいなんですかね、多分コンマ1とかになったんですかね。まあ、こうやってね、調整してあげると、フレームにね、ストレスもなくですね、しっかり締まって、スムーズに動くんじゃないかなと思います。はい、シムの
調整でございました、ま、はい、そんな感じです、今回はこんな感じでございました。はい。